ちょっとコーヒー買いに行くから待って。おはようございます。おはようございます。いや、てかちょっと説明したいことがあって、いや、私がハテナなんだよね。ちょっと待ってね。最低。これ微糖かな。これちょっとブラック。ホットしかなかった。あっつあっつ。え？ちょっと何？なんか昨日説明すると、え、01始まった。なんか昨日説明すると、まず火薬さん、なんか誠司さんがなんか喧嘩させようとして、何も映ってないの画像、なんかそれでなんか01が出ていって、え、規制って何、これおすすめ規制ってこと、あ、サムネだけ。まあ、でその後にまあいろいろあって、でまあ、いや怒って、もう別れる、こういうことするんだったらっていう話をしてて、でその後に01から電話来て、和解したんですよ。でもう本当にこういうことはもう今日で終わるから許してほしいって言われて、じゃあ今日でそういうなんか嫌なことするのやめてねって話してて、まあじゃあ今日はいいよって。でさっきパルちゃんの配信見たら破局しましたってなってるから、どういうことっていうこと、意味わかる。いや、よかったっていうか、理解できてないんだよね。帰ってこないなら別れるとか、そういう話じゃなくて、で別れたいって先にツイートしてるのは01の方だよ。いや、そう、じゃあ和解してたんだけど、じゃあなんでそのパルパルに破局したって言っていいよっていうのが意味が分かんないじゃん。その意図が分かんないじゃん。じゃあそれはパルパルの虚言ってこと、どっちが嘘ついてんの。いや、私嘘ついてないよ。あんまり縛りすぎて、いや出ていくのは全然いいんだよ、構わないんだよ。いや別に家出もしてもいいし、そうじゃなくて、じゃあ私帰るよって言ったら01が帰らないでって引き止めて、ちゃんと反省して話したいって言われたんだよ。うん、ツイートだからその火薬さんのやつ見たよ。うん、自分でヘイト向くのっていうか、ヘイト向かないでしょ。ちょっとうざいのブロックしていきます。ちょブロックしていくね。ちょっとあることないことやめてね。なんか
あの嘘ハトでなんかそのあらなんかこうな仲間割れさせるのはやめてほしいんだけど、もともとはそのだってその火薬さんの件だって、ハイブロック、あ、ゆうさんありがとう、まゆちゃん、だからそのそう嘘ハトとかでなんかそう仲間割れさせるのやめてほしいし、あと私そのゼロワンに言いたいのが、例えばツイートとかで別れたいって言って、あの別れたいってツイートしたらさ、あ別れるんだってみんなが思うじゃん。それちゃんとあの話して本当にそう思って言うんだったら分かるんだけど、それで結局さ別れてなかったらさ、ら詐欺とか言われるじゃん、うん、そういうの分かってなくない？でそれで嘘つきとか言われるんだよ、詐欺とかね。帰ってこなかったら別れるなんてしてないよ、見せてもいいぐらいだけど、そんなこと言ってないし、別にいいんだって、私そんな狭くないよ、そこじゃないんだって、うちらの中でルールがあって、配信かぶせるなって先に配信してたの眉なんだけど、いやいやいや配信かぶすなって、私先に配信つけてるんだけど、ちなみにテンストさんの配信かなね、テンストさんの枠、あち、あゼロワンの枠なんだ。じゃあ終わりますね。じゃあお疲れ様でした。うん、うん、皆さんあのゼロワンにじゃあナイスを押してくださいね。 お疲れ様です。またあのちゃんと話しますね。ありがとうございました。すいませんお騒がせしました。あペロタありがとう。うん、じゃあまたあのちゃんとあの2人で話せてないので。